すごいですね。河川敷か。ここはコーンです。あ、いやいや、それはもう存じ上げてるんですけどね。何を黄昏てらっしゃるんですか、うん、空気が気持ちいいなと思います。まあ確かにいい天気ですし、いい風が吹いてますけども、ちょうど日陰なんでございますよ。あ、そうですね、確かにいい感じのね。バスだ。バスですね。バス乗りたい。バス乗りたい。あのバス運転してみたい。ああ、でもこの町にはバスの運転手という職業もありますから。面白くなさそう。いや、それがね、楽しそうにやってらっしゃいます、その方。本当ですか。ええ、でやりたいな。でも古車乗るだから。そうですね、大盛況ですね今日も。そうですね、大変おかげさまで。おかげさまで。ええ、そういえば昨日は起きてらっしゃったんですよ、あなたは。はい、起きてましたよ。うん、なるほどね。大変でしたよ。大変そうでしたね、話を聞くだけでも。ボスが心配でしたね。まあ、ここに出勤したいというあなたの気持ちは、まあ、そういうことなのだろうと、ある程度は察してますが。それと、今日はあとあれだったんで。ん？アーティファクトやってる時に、はいはい、腹立つ。通され方をしたので、もう今日はやらないと、うん、今日はもうやらないと、うん、まあそういう日もあっていいと思いますよ。でございますよ。ええ、ボスは多分昨日相当悔しかったと思われます。うん、まあそうでしょうね。ボスが築き上げてきた関係値というものがあれで一瞬でなくなってしまうんですからね、うん、なくなってしまったでしょうか。その合同とか、チンチロ、その遊びとかっていう、気軽に仲良し恋しできるような、もともとギャングというのはそう仲良し恋しするのがおかしいと思いますけど。まあそうですね。ボス、なんですかね、アンブレラの関係値というものはそんなないとないんだろうなっていうのはございますね。なくなったとは、まあ私も状況説明だけしか聞いてませんのであれですけど、なくなったわけではないんじゃないですか。なったわけではないですかね。うん、とあれだったらもうあんなことをされたら、言ったら部下の前で、うん、ボスが一枚上手を取られてるというか、なんというか、うん、その感染すごい不利だったもんで、話し合いも、うん、ボスが普段やってるような話し合いを逆にされて相当悔しい思いもしてると思うので、なんか、うん、ボスもそこから仲良くできるのかなってのは少しありますよね。まあまあまあ、元部下ですもんね、ウェスカーさんって。そうですね。まあすぐすぐは無理だと思いますけど、あ、いつかは。まあでもそもそもが別組織ですし。そうですね。うん、まあ脇尾とかいう人間は本当に
回同じことがあったらボコボコに殺されるべきなんですよね。よろしいんじゃないですか、それで。本当に舐めてますよね。まあそういう人間もいらっしゃるでしょう。ですね。うん。ボスは大変だ、やっぱりボス。大変ですよ。大変なお仕事ですよ。胃が痛いのも分かりますね。うん。ですから私はその胃薬になって差し上げないといけないんです。難しいですね、胃薬になるの。まあ難しいですけど、善処はしますよ。胃薬。胃薬。まあ私は話を聞くことしかできませんけど、実動はあなた方だと思ってるので。そうでございますね。うん。そこはもうあなた方には期待してますし、信頼してますから。はい。あとはあれですね、モズ内でもコミュニケーションの問題でちょっとみんなが変わりつつあるような状況だから、今が耐え時なんですかね。そうでしょうね。まあその話も軽くダーマ様からお伺いしましたけど、うん、でももともと多分モズ自体が最強と呼ばれるような場所、人材とかが多かったら、うん、エスカーさんの対応も違ったのが少し悔しいですね。モンディさん相手にはそうしないんですよ、考えたら。相手を見て話すのはまあもちろん分かりますけど、腹立たしいものはありますよね。舐められてるなっていう感じがすごかったんで。それこそ単純におっと